パーマー忘れてて、モデルさんが前髪を立ち上げたいということで、パーマをやるということを僕はすっかり忘れていました。で、これからパーマをかけます。すいませんでした。立ち上がるパーマ、前髪パーマを、なんか、かき上げる感じになればいいんじゃん。はい、前髪、いや、でもよく忘れるんだよな。どういうことか。あれ、今日それでしたっけって言って、たまにある。あれ、忘れてませんか。ここから、じゃあ、前髪をこうふわっと持ってきます。今、これクリームを前髪のところに塗ってます。ちょっと厚めに取って、はい、こちら桜のプレミアムロット、まだ発売する前の状態ですけど、よく毛先折れないですかって聞かれるんですけど、折れません。回るんで、回るから折れることはないです。で、ここをくるくるくるってやると折れないんで、はい、これでアールピニングして終わり、アールピニングして終わりです。ちょっとこれ、まあ、このまま特殊なゴムなんで大丈夫なんですけど、一応なんか保険的にピニングした方が、まあ前髪とかちょっと怖いんで、痛いですか？痛いです。はい、痛いですね。ちょっと痛い場合はこれを簡単にずらせるんですよ。このぐるぐるって、このゴムを、わかりますか、こういう風に緩くできるんですよ。で、このままこれ痛くないですよね。はい、で、これもくるくるって簡単にゴムをずらせるんで、取る必要がないという。これは大丈夫ですね。はい、はい、これで終わりです。前髪はこんなんで終わりで、多分そんなに時間かかんないと思うかな。いいですよね、この辺でね。はい、はい、で、このまままた今日ドライイングでガラス化では、また朝倉のエアドレスドライヤーを使ってガラス化をして、前髪の立ち上がりはぼわっとこうふんわりになるように。はい、前髪の今中間水線が終わって、まあ一瞬でしたよね。そんな時間置いてないですよね。すぐでしたよね。で、中間水線終わって、ここからですね、まあ、前髪3本しか巻いてないんですけど、エアレスドライヤーでちょっとガラス化をしていこうと思います。まあ、前髪だけなので、通常なら少し、クリップ時間を置いてからガラス化するんですけれども、今日は前髪なんで、あんまりウェーブっていうよりはトップから立ち上がりがつけばいいので、このエアレスドライヤーを使ってやっていきます。はい、こちらまだちょっと発売前なんですけども、これの構造上が中にプレートが入ってて、熱がこもるようになってるんですね。で、特殊な加工でして、で、ここに、当てていきます。そうすることによって、まだ2液つける前の状態なんですけれども、そうすると立ち上がりがすごいつくパーマができます。特につむじだったりとか、前髪だったりとか、そういうところに使えるかなと思います。ノビー専用になってて、ノビーでぴったりくっつくので、このような感じですね。スタイリングにも使えるんですけども、スタイリング以外、こういうパーマに使う方がちょっと僕的には結構使う需要が多くて、ちょっと使っております。これ結構使えるんですよね。意外とってかなり使えます。機械とか、ホニャララウェーブとか、ちょっと名前言えないですけど、なんかすごい音がうるさかったりとかするんで、結構大変じゃないですか、高いし。まあ、そういうのもなくても、これ1個つけるだけでできるんで、まあ、ちょっとアナログになっちゃいますけどね。まあ、楽なので、いいかなと思います。このエアレスドライヤー、もし気になる人、6月かな、6月に渋谷で撮影があるんで、その、あれ、言っていいのか、撮影が見ますんで、あともうちょっと来週、再来週ぐらいからの撮影があるんで、その時にちょっといろいろ詳細聞いてくるんで、もし気になるなっていう方は僕にメッセージください。まだ出回ってないので、納期がいつになるかちょっと分かんないんですけど、通常のドライヤーと違って、こういう中に
結構熱こもるんですよね。でそれが出るんで早いんですけど、ちょっとあんまり近づけると熱いです。でも多分これ今僕これ直接すいません、これ紹介してますけど、別にここからマージンもらってるわけでもなんでもないので、多分これ取り扱ってほしいところ多分探してると思うんですよね、もし誰かいましたら。ちょっと詳しい内容は分かんないですけど、でも結構日本より海外の方で販売していく可能性もあるので、ちょっとそこは分かりません。で、これRピニングを してる状態なんで、ちょっと一回タオル取ってみますね。Rピニングしてるんで、テンションかかった状態で根元から立ち上がりがつくんですね。はい、こんな感じで。だからパーマこれですぐ薬つけて終わりなんですけど、パーマ早いでしょ。はい、そうでもない。早いでしょ。はい、そパーマそうなんですよね、早いんですよ。前髪パーマとかだったら一瞬で終わっちゃいます。しかも普通のパーマよりも経にかかるんで、まあ、大体目安としては全部乾かなくていいんで、表面の方ちょっと乾いてきたなと思ったら OK です。表面からのワンカールだけ乾かせば、全部やっちゃうと結構伸びちゃうので、毛先の乾かしはあってもいいのかなと思っているんですよね。こっちなんかパーマ、デジタルパーマかかってるみたいなんで、まあ前髪も多少あってもいいのかなっていうことなんで、まあ毛先は多少濡れててもいいかなと思うんで、このワンカールだけ乾いてればとりあえず OK です。なんでもうこれで終わりで、乳液をシャンプー台につけて、そのままちょっとヘナのスパをちょっと今日やるんでします。はい、今日の撮影も終わりました。はい、また、早任せのチャンネル、ぜひ、よろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録をしていただいたりとか、シェアしていただけるとありがたいです。今日は、珍しく、カットと、スパと、あと前髪のパーマをちょっとかけさせていただきました。特にないんだよな。はい、皆さん応援してね。応援よろしくお願いします。これからもハイヤーマカシをよろしくお願いいたします。頑張ってくださいね。海外で、ね、はい、飛び立つらしいんで、海外で頑張ってください。ありがとうございます、はい、今日もありがとうございました。では皆さんまた見てくださいね。じゃあね、バイバーイ。